とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきたいと思います。難しい方のボスラッシュですね。使う装備はこれ。輝くローブの雷フォーカス、帯電、ポーションバリアですね。アーティファクトがドラ、カバン、羽です。で、弓ですけども、最初は無限付き。これでいきたいと思います。カバンビルドはとにかく矢を使っちゃうので、最初に無限で、増やします。で、その後に、虚無弓に変えていきたいと思いますよ。では、クリアできるのか。いきます。いくぞ。早いね。まず最初はね、矢を集めるところからいきましょう。ちょっと出るね。出るよ。むちゃくちゃ出る。でも早い。さすがやね。うん、雷が出る確率っていうのはすごく、高くはない。低めなんだけども、それでも帯電でダメージ与えれるので、早い。これ最速でいけるかもしんない。おっと、キャプテン。でも矢がないとね、これどうしようもないんだ。無限使ってもこれか。いやー、無限使ってこれはちょっと厳しいな。あれ、キャプテンだけか。旗はね、取らずに行きます。取ったら多分大変だもんね。え、どこ？こっち？あー、いたいた。最後の一体がいた。矢が出てくれないかな。とりあえず矢が出てきてくれないとどうしようもできません。 OK OK、 いきましょう。一体ずつ倒すね。おわっぶね。死ぬ死ぬ死ぬ。ああやばい。矢が残り30何本かしかない。一個も出てこないじゃん。これ矢が出てきたら増殖した方がいいかもしれないね。やっべ、矢がマジでない。矢がない。いや、なくなった。マジで。あ、上にある上にある。あはは、もう危ねえ。おー、ちょっと待って。死ぬ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 。ちょっと矢が一本出てくれて、それをちょっと増殖しよう。これ無理だよ。虚無弓使おうと思うけど、いやいやいや、それどころじゃない。矢がなくってどうしようもないもん。あー、でも早い。倒すのはむちゃくちゃ早いかも。はいはい、倒せる倒せる。ちょっと待って、この地雷原にはちょっとあまり近寄りたくない。矢の心配が尽きないね。残り70本ちょっと。マジでか。はい、矢はないっすか。矢あった。ちょっと待って、増殖したいな。こいつ倒して大丈夫。あそこにね、1個落ちてるんで、あれを増殖したい。あ、OK、敵いない。あ、いないね。ちょっと増殖します。これは矢が無理。とりあえず748本になりました。で、虚無弓に変えております。虚無弓になるとだいぶ火力が上がるからね。これでいってみましょう。いや、弱体化の方がいいか。回復手段がちょっと限られてるので、弱体化の方にしようか。ちょっとよろしくないかもしれませんね。うん。多分ね、これクリアするまでに、3000本はあといるね。3000本以上は必要になりそうなので、ちょっとこれでいきます。やっぱね、この、ボスがきついな。見えなくなるところがすごくやりづらい。 OKOKOK、
まあ、なんとかこれでやり過ごすしかないんだけどね。これは倒すのむずいよ。ああ来た、動けなくなるやつ来た。やばい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 、ポーションバリア入ってるけども、あぶねえ。こいつと戦うときにはちょっと別の装備した方が良さそうだな。トーテムつけていくか。あれが出てきたとき限定でさ。おお、なんかここもわけがわからんくなっとるよ。でも早い早いけども、ポーションバリアがね回復しないんだよね。それがちょっと厳しい。いやあ、待て待て待て、危ない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 、死ぬ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 、あっぶね、あー危ねえ危ねえ、死ぬ死ぬ、あっぶねえ。これ見えなくなるでしょ、倒した後って。あ、まだ倒してないの。どこ、え、どこいる、本体どこ。あ、お前か。よし、これで見えなくなる。これなんとかしてほしいんだけどね。まあ仕方ないか。で終わりだ。はいはいはい。うわあちょっと待って、これポーションバリアないと無理だよね。残り5ステージですね。いきましょう。おらー、すごい早い、いいよ。残り5ステージ、ちょっとノンストップでやっていきましょう。あー、こっちにいるな、上の方に。あっぶね、いますな、お前もか。はい、残り4。やばい、なんか動けないぞ、動けない動けない。え、なんで動けない、え、動けなくなったよ、なんで分からんけど、何かこの縛りに。あー、なるほど、村人の王か。ああ、なるほど、あいつがやられた時に捕まったわけね。なるほど、そりゃ死ぬわ。もうあれなしにして、ああ、もうめんどくせえ。ああ、動けなくなった、もう最悪、捕まった。ちょっと早くポーションバリアがあったからなんとかなったけど、もうポーションバリアないよ。回復するまでちょっと待つか。いや、待たない、待たずに行きましょう。で、これもうここさ、アイテム出なくっていいよ、どうせ取らんし、取るのがめんどくさい。装備品はもう出なくていいよ。え、どこ、あー、いたいた、よし、お前でおしまいだ。あんま近づきたくない。オッケー、いいよ。ちょ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 、最後の最後死にたくないよ。よし、オッケー。いや、また村人の王いるのかい。お前はいらないんだけどね、一番いらない。よし、捕まらないようにしよう。さあ、コム、あとどこ、はい、よし、終わりや。まだいる、残り938本。矢はまあまあ大丈夫そうですね。え、あー、いた、こっちにザコがいるのね。村人の方がいるのか。じゃい、はい、あと2。うわー、うわー、こりゃひどい。ちょっと待て、動けない、もう動けない。はい、ということで今日はボスラッシュやってみましたけども、カバンビルドじゃちょっと厳しい。範囲がやっぱ狭いからどうしても近づいて倒さないといけないんだよね。で、そうなると動けなくなるパターンに陥ってどうしようもないんだよね。おそらくあそこをトーテムを装備していっても近接の奴らが来てガシガシ攻撃食らってダメなんだよね。なのでカバンビルドでの攻略はこれ向いてないね、向いておりません。普通に戦ってポーションバリアを使っていった方が、確実にクリアできるものだと思います。
うん、やっぱカバンはポーションバリアがあまり使えないっていうところが弱点ではあるんだよね。あー、ちょっと厳しかったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。